から議会運営委員会を開会いたします。それではまず1、議長の諮問に関する事項についてを議題とし、タブレット端末の活用等について協議いたします。ここで議長より諮問事項がございます。なります、議長。お疲れ様です。先ほど各派代表者会を急遽開催し、タブレット端末の活用につきまして協議いたしました結果を報告いたします。まず先日の議会運営委員会におきまして、会議中タブレット端末にキーボードを接続して使用することの可否についてご意見が出されましたので、その件を中心に3点協議を行いました。まず1点目、会議中においてタブレットにキーボードを含め付属機器を接続して使用することにつきましては、将来的なことも考慮し、また使用要領に基づきアプリを導入しないで利用できるキーボード、マウス、充電器については使用かということで協議決定されました。次に2点目、接続かとされた付属機器の購入については政務活動費で購入できることとし、各会派においては購入管理を行うということで協議決定されました。最後に3点目、今議会中に通知音が鳴ったりするなど会議とは関係のない使用をしているのではないかと思われるような状況が起きております。そこで本タブレットは当然のことながら会議中においてはあくまでも議会での審議、議会運営に関するために特化して使用するものであり、各会議中においてのタブレット使用は議員個人がモラルを守って性善説で利用することを前提とし、特に会議と関係ないインターネット情報の閲覧を行わない、会議中の内容以外の議会業務、個人的な議会活動業務、例えば、議会代理の原稿作成などを行うことには使用しないことを、遵守の上、使用するということで協議決定されました。また本日の協議決定は使用要領に追加することとなりましたので併せて、報告いたします。以上です。ただいま議長から報告がありましたが、何かご意見はございませんか。内容ですので、ただいま議長から報告がありました通りの取り扱いとすることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めそのように決しました。次に、括弧にその他について何かありませんか。なし。なければ以上で本日の議会委員会を閉会いたします。